伊達さん。ん？須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。あった、どっちもしてた。そうだな。やこっちゃったろ。邪魔したな。10年前のあなたは、私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心。どれをとっても刑事として一流だった。それが今。ちょっと待って、あなたの行動が理解できません。何が言いたい？私は、あなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤。こってるやつだ。お前に真実は、捕まえられしない。まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあって辛かっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だが遥は傷が浅い。それにあの子にとっちゃ玉の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。わかった、よろしく頼む。傷は大丈夫なのか？うん、もう全然平気だよ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか？本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってるな。まあ、あまり無茶するんじゃねえぞ。了解。はるかは携帯電話持ってるのか？持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え？文通でもしてるのか？やだおじさん、メールも知らないの？さすがに遅れすぎ。何？メールって手紙のことじゃねえのか？おじさん、私も。本当に大丈夫か？うん、元気だよ。腕も大丈夫だからね。わかった、無理するなよ。うん、カムロ町って見たこともないお店がたくさんあるよね。まあそうだな、子供には新鮮かもしれねえな。そういえば街を歩いてる時におもちゃ屋見つけたんだけど、閉まってて入れなかった。いつ開いてるんだろう。待て、それはきっと大人が入る店だ。お前にはまだ早い。なんで？大人はおもちゃなんか買わないよ。いや買う、いや俺は買わないが、買う人もいるんだ。何それ、どういうこと？なんて答えでいいんだ。キリュウさん、お暇なんですか？まあな。じゃあ面白い場所がありますね。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。やは、行こう。
ああ、美味しかった。ありがとうね、おじさん。よかったね。ね、おじさん。ああ、もう腹いっぱいになったのか、坊主。うん。何時間かしたらお母さんも戻ってくるし。もう大丈夫。食あたりじゃなさそうだな。ハルカ、急いで病院を探そう。少し黙っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。え、お腹切るの？おい、こっちはどうなる？おい、おい、アリ、大丈夫か？ここの医者ゾロイ、外人でから差別して。何？こいつら後から来たのに手術してる。アリ、無視された。アリ、アリ、クソ。見てわからんのか、今は手術中だ。出てけ。お前、俺の弟を見捨てた。許さない。うるさい。出ていけというのがわからんのか。そう、お前も弟のように死ね。今殺されちゃそのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。なら、お前も殺してやるよ。 OK、まあ、ビシータスク。
手術は終わったのか。ふぅ、pari muuta potilasta vaan tiellä. Ah, ollatta. 虫垂炎だったよ。よ。破裂寸前だった。危なかったがな。お前、絶対に殺してやる。ずいぶん元気だな、兄弟揃って。お前、ずるいやつだ。弟、見殺しに。あんた。なんで？こいつはただの石だよ。尿管結石だ。結石？物は引きび。ああ、激痛が走るが、石が膀胱に落ちちまえばなんてことはねえ。気失って寝てただけだ。じゃあ、世話になったな。ありがとうね、お医者さん。お医者さんか、久々に聞いた言葉だな。こいつはどのくらい入院するんだ。まあ2、3日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でもお母さん待ってるんでしょ。まあ俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前しばらくじっとしてろよ。あんな場所でうろつくんじゃねえぞ。やめておけ。この子もきっと母親を待ってるのが楽しいんだろう。なあ、そうだろう。うん。この町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだ。だがみんな精一杯頑張ってる。だから俺はこの町が好きなんだよ。そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。ああ。そういえば代金は？ああ、それなら問題ねえ。俺には強力なスポンサーがいるんでな。ああ、そうなのか。ご飯せよ。まあとにかく助かったよ。ありがとうね。ああ。あら。ああ。あいつから聞いたのね。ちょっと待ってな、ね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。はい。じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。行ってらっしゃい。あは、さらおび。何ここ。まったく手の込んだものを作るやつがいたもんだ。いらっしゃいませ。勝負、国の藩。お客さん、子連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。ちょ威勢のいい子だ。ちょ、pitimme lapsen pelaamaan nukkapelejä. Hailimas! Ai saa! Tuossa! Tuossa! Tuossa!
長藩駒揃いました。ピンゾロの長よーやるね。入ります。さあ、はい、はっ長藩駒揃いました。国の藩残念だったな。入ります。さあ、はっちゃった。長藩駒揃いました。死にの長残念だったな。入ります。さあ、はっちゃった。長藩駒揃いました。一二の半残念だったな。入ります。さあ、はっちゃった。長藩駒揃いました。三一の長残念だな。ペリメガネカープと壊れまた終わったことを奪え。tietysti ettei jos se on useammin oikeassa kuin väärässä niin. ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。hyvä ukka pelaaja niin kuin voittaa enemmän kuin häviää. 楽勝だねおじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ。いや、お待たせしました。年のせいか、正面が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね。入ります。さあ、はっはっは。そうじゃねえ。はっ。長藩駒揃いました。二六の長残念だったな。お座りいただきましょうか、お客さん。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。何や。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。ちょっと待った。もう勘弁してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末、手前どもにお任せいただけませんでしょうか、うん、もちろん、ただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。ちょっとそこら
ihan. Joo, yhä absurdimpia kätetä.
tämä lasten nähden. Elokuva budjetti meni tähän. Kiryu, そろそろ時間だ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからないぞ。はるかを頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前10年前と。なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。ヒュビントランだこと。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。あれまして。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した。殺す気はなかったんだ。ユミの子を殺すつもりなのかな。殺すつもりなのかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った。お親父。待ってください。弓の妹なんだぞ。誰が殺せと言った。誰が。Aha. 10年間、俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も
そして登場界の100億が抜かれる。だがな、それはそうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる、近くに、必ずな。ペントゲタシマ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。テレパラケネヒタスティ。さすがにあの時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん着きました。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしない。今さらだがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの、ね、なんで。親父、手はず通りで。まあやってくれ。はい。お久しぶりです、ケリュウのおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！さあ、受け付ければ。Oh,
periaatteessa maailmaa on vaikka aika monen tiedon kuitenkin treenatessaan tuon takaisin kuntoon. Kirittäjä. Yps. Dragon Antakoi. Tää on vielä ollut. 失礼しますよ、組長さん。ほら。Tää on siis meidän syy. 今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか。オンに切る。そうそう。初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やらかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ。3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。はあ。おい、何なんだ。3000万用意できますか。私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか。あのトトリューカーションの吠えたった。クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。Oopsista.